長泉町の美術館で福島生まれのクレマチスの新品種エール福島を通じて震災からの復興を応援しようというイベントが開かれましたエール福島は福島県の柿農家の高玉圭司さんが発見したクレマチスの新品種です長泉町の万事彫刻庭園美術館では庭園の専属ガーデナーが参加者に エール福島の育てて方などを伝えていきました。福島の人にも気持ちが届くように、大切に育てたいなというふうに思いたい。た忘れないように、育てていいいい。きたいと思います。はい、こういった花を通じて、縁が結ばれれば、それは大変いいことじゃないかなというふうに思っております。また、参加した人には、苗がプレゼントされました。